質問は、仏法を聞かずに欲に流れた方が伏せができる。これはですね、欲に流れるとどうして楽になるんでしょう。不安を動くのがそれですか。欲に流れるとどうして楽になる。仏法を聞くと苦しくなり、欲に流れると楽になるのはどうして。まあ、仏法はその真実を知らせるものなんで、うん、まあ、自分の嫌なところも何でも全て見ないといけないんで、うん、まあ、苦しくなると思うんですけども、うん、まあ、よくは、まあ、嫌なところは何も見ないで済みますから、うん、もう忘れられますよね。一番は、欲に流れる一番の効用は、苦しみを忘れられるとか、うん、苦しみや不安から逃れられるとはまた別のことなんですか。うん、いや、だからなんで苦しみから逃れられる、欲に流れるのは、流れると一番のポイントは時間を忘れる。うん、そうですね、時の流れですねを感じなくて済むってことです。これが欲に流れる一番の効用です。だから時の流れを感じないので、ね、時の流れを感じるってことはね、現実が見えるってことですから、この場合現実っていうのは自分の流れで年を取って死ぬってことですか。現実っていうのは有意識、うん、だから有意識を見なくて済むと。でも仏法を聞くと有意識が見える、ね、有意識が見えると何が見える。自分で、そう、自分自身マイナスの我が見えるんですね、うん、だから苦しい。だけど欲に流れるとマイナスの側を見なくて済む、だから楽になる。これはね、確かにそうなんです、ね、じゃあね、伏せをするときに欲に流れた方がいいのか、それとも仏法を聞いた方がいいのか、どちらですか。現実的には両方ないとやっていけないなっていう気がするんですけども、うん、まあ仏教も厳しい両方なんだから、うん、欲に流れると、欲に流れるとマイナスの側が見えなくなってどうなる。まあ楽にはなるんですけど。なんで。なんで楽になる。マイナスの画が見えるから苦しいわけですよね。マイナスの画が見えるから苦しい、うん、だそれが見えないから楽になるじゃないですか。見えなくなるってことはどっちなの。プラスのがの方になれるってことです。
臨終がやってくるとどうなるでしょう。まあ臨終のあとお母さんから聞いて、まあその迎えだけになってしまう。そうそうそう。だから欲に流れることはいけないとは言いません。ね、でも欲に流れるってことは時の流れを感じなくなってプラスの側になって一時的に楽になるんですよ。だけどそれだけで時間を過ごしてしまうとそのいざ臨終がやってくるとすごい苦しい現実が待ってるわけ。私たちはねこのマイナスの側を受け入れることがこれが人生の目的なんです。だけど分かってください、マイナスの側と向き合える時間はどれぐらいだと思いますか。臨終までの間、ね、マイナスの側と向き合える時間って一日の中でね本当に1時間か2時間程度ってことなんです。それぐらい向き合うことは苦しいんです。だから僕は欲に流れることは悪いとは思いません。だけど欲に流れるとプラスの我の方に集中していくので流れすぎるとどうなる。マイナスの我を見なくなってしまう。流れすぎると罪悪を作るんです、ね、私たちはマイナスの我を否定こういいですかね、プラスの我っていうのはマイナスの我を否定する心があるわけです。この否定がこれが罪悪。否定すれば否定するほどマイナスの我になった時に苦しみが起きるわけです。今仏法を聞いて苦しいのはそれはプラスの我の時にマイナスの我を思いっきり否定してるからなんです。それだけ罪悪を作っているから、うん、マイナスの我が見えてくるぞ。そう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 。だから仏法を聞いてマイナスの顔を 見えてる時は罪悪の報いを受けてる時なんです。じゃあ欲に流れて、うん、プラスの顔を作っていくと余計に罪悪させちゃうから、そう、まあ、ますます苦しくなってくる。そうなんです。だから欲に流れるのが悪くないっていうのはマイナスの顔が こっち側を見なければならないと思うけど実際罪悪の報いを受けることは苦しいことだから一時的に楽になろうと思って欲に流れることはこれはいいことなんです。だけど欲に流れることが増えると今度はマイナスの側を自分自身で消そうとする心が増えるんです。こっち側が自分なんだね。いわゆるマイナスの側を受け入れなければならないけど苦しいから欲に流れるのはいいと思うんですけど、ね、欲に流れ続けていくと今度プラスの側が自分だと思いたいからマイナスの側を否定するようになるんです。そうすると欲に流れていても苦しくなる。だからといって仏法を聞いてマイナスの側を見えたらもっと苦しくなるんです。このマイナスの側を見ないようにしようっていうのが欲に流れることなんですよね。そう、マイナスの側を見ないようにしよう。これはマイナスの側を見続けていくことはやっぱり精神的に苦しいことなんです。なぜかというと罪悪の報いね、報いがやってくるからです。だから仏法を聞いて苦しいっていうのは罪悪の報いを受けてるからなんです。
だから文法を聞いたから苦しいわけじゃなくて、ね、文法を聞いたらマイナスの我の方に自分が行くので、自分がプラスの我の時にやっていた罪悪の報いを受けるから苦しいわけです。でもこの苦しみをちゃんと受けて、そうか、プラスの我の時にマイナスの我を否定したから苦しんでるんだって理解しないと、苦しいからすぐにプラスの我の方に移って、そして罪悪を今度思いっきり作りまくってしまうんです。そのプラスの我を作って、うん、そのマイナスの我を否定して罪悪を作ってっていうのは、うん、なかなか自覚がないんですね。あまり例えば、はい、分かりやすく言えばね、例えば京満山を登ると、はい、京満山の幸せって何ですか？京満山の幸せは他人から見てもらうとは優越感、うん、優越感って味わいたいと思いません？思いますね。でも優越感っていうのは無意識のうちに何かを比較してますよね、はい、そうすると自分の中でこのね価値のないものに対して見下すわけです。これが優越感なんです。で優越感を味わえば味わうほどこっち側になった時に自分は価値のない惨めな苦しい存在だっていうふうになる。だから罪悪を作って否定しているっていう自覚はないけど、優越感を味わっているままが自分の心を苦しめているわけです。その欲の流れでっていうのは優越感を味わっていること、優越感を味わっているわけじゃなくてマイナスの我を見なくて済むようになる、つまりプラスの我の方に折れる、この欲に流れていると、いつの間にかねプラスの我が自分だと思いたいっていうふうになるわけです、うん、そうなると優越感を起こし始めるわけです。この優越感が罪悪なんです。だから欲に流れるだけだったら優越感になるわけじゃないんです。でも欲に流れるとマイナスの我が見えなくなるので、プラスの我が自分だと思っちゃうんです、だんだん。そうすると優越感をやってしまう。でこれはものすごい幸せなので、だから幸せを味わおうとしてどんどん優越感に浸っていって罪悪を作るわけです。だから現実ではその苦しいのが現実であるわけですから、うん、それだけだと言ったらやできないですよね。どうしても、うん、でもこの罪悪の報いをちゃんと受けることが大事なんです。何度も言うように、長時間は無理なんです、だから欲に流れることは悪いことではないんです、うん、だけど罪悪の報い、これをちゃんと受けてマイナスの我を少しでも受け入れていけるようにすることが、これが臨終までにやらなければならないことなんです。じゃあそのマイナスの我を受け入れるということは、ああ苦しみを受け入れていくってことになりますよね。マイナスの我を、そう、苦しみを受け入れる、苦しみを受け入れるのは罪悪を作ったからなんです。だから罪悪、この苦しみを受けることによってね、その罪悪を作るのをやめようっていう気持ちを起こすことが大事なんです。でもどうしても私たちはマイナスの我が見えると苦しくなるので、報いを受けて苦しくなるので、
手っ取り早く苦しみをなくすためには欲に流れたらいいって思っちゃうんです。この苦しみは自分が作ったと思ってないんです。そうですね、罪悪の死だとはあまり思ってないんで、うん、その苦しみがどうしても手っ取り早く欲に、そう、欲に流れたら苦しみが、ね、抜けて楽になる。それは確かにそうなんですよ。苦しいからうっと、ね、だけど臨終になるとこのマイナスの側をずっと見続ける世界になって、ね、マイナスの側を見ないがために今度は罪悪を作ってプラスの側に、ね、立とうとするわけです。臨終になるとだから死ぬと罪悪を作りまくって苦しみまくる世界に行くわけです。だから欲に流れることは悪くはないんですけど、欲に流れることによって本来の目的であるマイナスの我とちゃんと向き合うっていうことを忘れてしまうと今度はプラスの我の方で罪悪を作りまくるので余計マイナスの我と向き合えなくなって苦しむわけです。結局その苦しむ原因が罪悪だっていうことが、うん、そこは分かってないんですかね。そう、苦しみのこの苦しみが起きる、ね、仏法を聞くと苦しいんじゃなくて仏法を聞くと 欲から離れて現実が見えて有意識が見えてマイナスの側が見える。これが自分が今までプラスの側の時に罪悪を作っていたから苦しいわけです。この罪悪のせいだということが分かればこの作らないようにしようと思いますよね。そう、罪悪のせいだと思えば、そう、だから苦しいのは罪悪を作ってるからであって仏法を聞いたからじゃないんです。だから苦しいのは罪悪のせいだということはやっぱり分かってない、ね、そう、分かってないんです。しかも罪悪って罪悪を作ってるっていう実感がないんです。ただ優越感を味わってるだけなんです。この優越感が罪悪なんです。そのままイコール、だから生きてる時に優越感を味わえば味わうほど罪悪を作るのでマイナスの我の時に苦しむわけです。その優越感、例えば私だったら将棋やって勝つと当然優越感を持ちますよね、うん、そう、それは遅すぎ罪悪を作っていることになる。そうなんです、うん、じゃあやらない方がやっぱりいいんですか。いやいや、だからちょっとだから勝ってもやったーっていうふうに思わないこと。冷静な心、将棋自体の力をつけていくことを喜ぶ。そうですね、あの藤井聡太もなんか勝ち負けにはこだわってないみたいな。そういうふうに高みを目指していく、将棋の力をつけていく、こういうのが大事だよ。やった、任した。それはそのまま自分が負けた時に苦しむわけです。つまり負けなくてもマイナスの側が見えた時に苦しむわけです。だからね、もう罪悪を作って楽しむことに慣れちゃってるんです。これ一番だから大切なのはまず罪悪で苦しんでいるんだってことを、そう、それを理解することが一番大切。そう、だから罪悪を作ったら必ず苦しむわけです。必ず報いで、それが現実では なんだか わからないわけですから、うん、だからその苦しいのはだって私たちはさ、悪を作ってる自覚がないからね。苦しんでるのは、いや、なんで苦しいんだろうね、仏法聞いたからだってなるわけです。まあ仏法聞いたら聞いて自分を見てくるから苦しくなるわけですね。そう、自分が見えてくるっていうのは罪悪を作った自分だからね。だからその報いで苦しむわけです。
そう、だからね、罪悪を作っている限り仏法を聞くことは苦しみになるんです。だからここに普通の人が仏法を聞かない一番の理由があるわけです。仏法を聞くと苦しくなる、じゃあ仏法を聞かない方がいいや、欲に流れた方が楽しい、やっぱり仏法を聞かない方がいいやっていう風になるんです。でも仏法を聞いたから苦しいんじゃなくて、罪悪の報いで苦しんでるだけなんです。確かにそんで悪を作ってるような自分があまりないんで、でもそれを分かるにはどうしたらいい。いや、これは仏法を聞くしかないわけですよ。苦しいの、この自分が苦しいのはね、絶対自分の種まきなんです。これが因果の道理を信じるってことなんですよ。因果の道理を信じるっていうのは、私が苦しいのは罪悪を作ったからなんです。お母さんよく聞いてくださいね。例えばお母さんが苦しいと感じた時に、ああこれが罪悪の報いかと思えるか思えないかなんです。お母さんが腹を立てた時にね、ああこれは罪悪の報いを受けている時なんだと思えるか思えないかなんです、ね、思えるのを正見って言うんです。思えないのを邪見って言ってね、いやあいつが悪いんだっていうふうに思ったり、ね、仏法を聞かなければ楽になるのにっていうふうに思ったり、そうするとその苦しみのもとである罪悪を反省することなく罪悪をもっと作っちゃうんです。で、報いを受けることを後回しにしていくだけなんです。まあどんどん振り入っちゃいますね。そうだから今仏法を聞いて苦しい、この苦しみをちゃんと受けることが大事なんですね。それを苦しみを受けずに欲に流れていて、ああ楽になった、やっぱりこれだったら防ができるっていうことを繰り返していくと、どんどん自分は罪悪を作っていくので、防をしているはずなのに臨時は五章の一大事がやってくるわけです。欲に流れて、例えば不正すればいい、例えば、あ、なんか女性の場合だったら、なんかやっぱり、あ、この人のためになんか悩みと聞いてあげて不正してあげたいなとか思ったりすることもあるんですけども、それは上に立てるから逆に罪悪を作るようになっちゃうんですよ。そうだから、その相手のことを大事に思う心でやるならいいんです。で、一個ままちょっと不正してるつもりで罪悪になっちゃうんだろう。そうこの自分が上に立って施しをしたいと。だからあくまでもこのマイナスの場を受け入れる、ここを忘れないってことが大事なんです。いや、苦しみはもうあって受けていくしかないんですね。そうで、たまにちょっと横に流れるグループで、そうたまにじゃないんですよ。もうしょっちゅうでいいんですしょっちゅうでいいんですよ。その罪悪の報いをね、受け続けていくことは苦しいことなんです。だけど大事なのは、心の片隅にこっち側をちゃんと受け止めるっていうことを忘れないことが大事なんです。それを忘れないってことですね。そう、ここを忘れないってことが大事なんです。その上でこれを見続けていくことは苦しいことだから、欲に流れてもいいよっていう。ただ
欲に流れたとこも優越感を持つようなふうではダメですよね。そう、優越感だから欲に流れて優越感を味わいたいっていうふうになればなるほど、だから欲に流れた方が伏せ、この伏せっていうのがこの上からこういう伏せなわけです、ね、上からこう下に向かって相手を見下してやってあげてる、どうだ偉いだろうみたいなね、伏せになっちゃう。本当に相手のことを大事に思うっていうふうに思う伏せじゃなくて、こう上から目線の伏せになっちゃう。でも最初はそれでもやっていかないとなかなかできないんですよ、なかなか伏せって言われたら、うん、だそこをこうなっちゃうことを反省しつつやっていくならいいよ。ああ自分はどうしても上から目線になっちゃうな。ああそうですね、やりめて やったけど結局自分は上に立ってんだなというふうに、うん、反省でできればいいんですね。そう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 、そうですね。じゃあその罪悪が苦しむ原因であることが分かるまで、まあ、ぶ我慢する気で、そうそうそう、だから苦しいのは罪悪の報いだって仏法聞いたからじゃないんですこれが何度も言うように仏法聞いたから苦しいんじゃなくて、罪悪の報いで苦しんでるわけです、うん、分かりました。はい、じゃあちょっと休憩しましょう、はい。